早坂信夫は、日本の技術者、実業家、工学博士、記憶アホールディングス代表取締役社長兼、記憶ア代表取締役社長、福岡県出身、1984年東北大学大学院、工学研究科博士課程修了、工学博士、西沢淳一研究室出身、博士論文は、半導体のプラズマエッチングにおける、 反応機構。1984年東芝入社。2007年東芝セミコンダクター社メモリ事業部先端メモリ、開発センター長。2013年東芝セミコンダクターストレージ社等担議士長兼班動体研究開発センター長。2014年東芝執行役常務ストレージデバイスソリューション社副社長。 2017年東芝メモリ取締役副社長技術本部長2018年東芝メモリ取締役副社長執行役員技術統括責任者病気療養が続いたなるけやす代表取締役社長の代行として2019年からは東芝メモリホールディングス代表取締役副社長兼東芝メモリ代表取締役副社長技術統括責任者として 社長の代行を務めた。ナルセ代表取締役社長の病気による退任を受け、2020年1月29日に、キオクシアホールディングス代表取締役社長及び、キオクシア代表取締役社長に就任した。ありがとうございます。